ふう、今年の七夕はこれをお願いするか。1億円がもらえますように。え、おいおいおい、ちょっと、お前そんな年齢になっても短冊とか書いてんのかよ。いやだって、書いたら願い事叶うかもしれへんやろ。こんにちは、流れ星です。願い事叶えに来ました。1億円あげる。じゃあね。で、言ったでしょ、すげえ、僕も願い事書きたいよ。いいよ、短冊あげる。何書こうかな。でっかいケーキください。こんにちは、ケーキ持ってきました。さようなら。すげえ、本当に願いが叶った。うーん、次は何書こうかな。そうだ、善一くんが殴られますように。こんにちは、流れ星です。失礼します。ぐはぁ、すごいや。じゃあもっと書こう。あの、すいません、あなたちょっと願いすぎじゃないですか。え、別によくない。いやでもね、君たちだけに叶えるわけにはいかないんだよ。回数とか書いてなかったじゃん。でも願い叶えるのは俺だよね。君が文句言うのはおかしいよね。さようなら。ムカつく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 。うるさい、俺はお前にムカついてるんだよ。そういえば、なんで流れ星さんは願いを叶えることができるのかな。不思議。いいこと思いついた。流れ星さんのお家に行けば、なんでモテに入ると思うんです。よし、流れ星さんのお家に行こう。よし、お願い事するぞ。よいしょ、ロケットが欲しいです。こんにちは、流れ星です。ロケットあげちゃいます。バイバイ。わーい、ロケットもらえた。これでたけしくんに仕返しするぞ。ねえねえ、ちょっといいかな、そのロケットおじさんたちにくれない。え、やだよ、僕のだもん。こんにちは、1億円あげるよ。やった、1億円だ。ロケットいらない。行くぞ。すげえ、宇宙ってこんな感じなんだ。おい見ろ、あそこが流れ星さんの家だ。いざ参る。願い事が届きました。また願い事届いてきやがった。めんどくせえな、しょうがねえ、言ってやろう。ここが流れ星さんの家か。願い事ってこういう仕組みで流れ星さんの元に届いてるんだ。運でもどうやって願い事を叶えているのかな。ひゃー、泥棒。うわー、まずい、流れ星さんに奥さんがいた。やばい、早く逃げないと。ただいま。おっと、侵入者がいるな。もう生きて返さないからね。うりゃー、はあ、助けて。もう七夕はこりごりだ。